は北海道。うわ、なんか本当になんかもう軽井沢って感じするわこれ。あとあれ、福島だっけ、なんだっけ、出てこね、あのユーミンがコンサートするとこ、なんつったっけ、あのあたりね。あの辺り、さっきの今の辺りが最もあれだ、地下の高いところなんじゃないの、多分。おそらくあのユーミンのコンサートするとこなんだっけ、あ、苗場、そう、苗場、苗場、苗場、あの辺もなんかそこんな感じでしょ、リゾート系でしょ、西部系のね。今国土とかあんのかな、どうなんだ。あの5号線がそっか、あの長万部であれか、分岐するあれか、あそこで室蘭方面行くか、倶知安方面、5号線か、あれ左に曲がって農機具屋のところにすれば、うまいこと峡谷出られるんじゃないですか。要は羊蹄山の北側をなめて東に進むみたいな感じあるんで、まあなんか中華料理屋とか見ると落ち着くね。はい、5号線乗りました。こういう日本らしい景色見るとホッとするわ。なんかあのニセコの街並みってなんか背中むずがゆくなるんだよ、なんかわかんないけど、こっちの方落ち着くわ、畳の部屋みたいな、ヒノキの匂い落ち着くみたいな。はい、正面がくっちゃんの街並みでございます。本当にインド料理屋って多いね。あー、これラフティングのあれ、例えばあの大人数のやつが終わって、あれ回収して持ってきたんだね、あれね。はい、ここがまっすぐ行けばくっちゃん市街、右折すれば今日作ってきました。あ、これ左の置き具屋ね。そう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 、道道476京極まで11キロってところでございます。いいね、羊蹄、いい羊蹄。いや、なんか今カメラに映ってなかったけど、道の左手にあった家さ、なんかで見た映画のロケーションだったような気したんだよな。なんか主人公だが助演の人が住む家の設定だったような、もう家だったような気した。違うかな、なんかニセコを舞台にしたさ、母子家庭の家、近所の人と付き合うようになって、お互いがちょっと癖があるんだけど、お互いに歩み寄っていくことによってね、えなんかいい方向に向かうみたいなさ、性格的なというか人間的な雪解けみたいなね、そういう映画。なんか今んとこ映像で見たっぽいような家の感じだったけど、まあいいや、そんな話でした。さあ、もうあとは鬼の直線じゃないですか、ここも。すげえな、まだ観光バス並んでるよ。釧路だ、釧路バスだって。さあ、また羊蹄を眺めながら行きましょう。あー、いいねー、いい、とってもいいよ。目的忘れだな。あ、だポテトチップスだ。そうだそうだ、思い出した。さ
さあ名水プラザ京極、なんかもうあれだよね、ホタルの光が聞こえてきそうな。ほらちょっとその前になんかすごくないですか、釣り橋だってよ。ほらいいこと、うわもうすっかり紅葉いい色してるよ。見てこれ、うわいい感じ。まあ、なんか気持ち悪いなと思ったら、そう揺れるのか、吊り橋だからこれ。うわすごいわ、なんだろうあの建物、酒場所の孵化場かな。うわめっちゃ揺れる、超揺れる。このぐらいの滝ならどっち。わこれすごい、揺れてる。いいね、なんか吹き出しカーテン、はい、わもう落葉すごいよこれ。これ以上行って何かあんのかしら、特にないか、帰ろっか。わすごい、こんな感じ、こんな感じ、前景としては。わあなるほどね、こうやって張ってんだ。ほいほいほい、あもうだいぶ寒いですよ、かなり。いいね、なんか あっちにもなんかちょっとした橋あるね。あなんか箱庭的でいいんじゃないですか、すごく人工的にこう川の感じを作ったのか、もともとこういう感じになったのかわかんないけど、わまだなんか揺れてる気する。こっちレストラン関係なんだよね。あ、カントリー、あ、でもこの京極のやつ持ってるな。あ、これかもしれない。高いね。あ、俺財布忘れてきたわ。京極のチップスだけ買って帰ろうか。はい、再び。でも多分もしかすると作ってるとこ一緒なのかもしれないんだよな、ほら。深川由志公園パッケージだけ書いてるのかもしれないと思う。エントリーナンバー3番、深川由志工業製造販売、北海道陽亭ポテトチップス寿司お味。はい、これだけ陽亭ポテトチップス、これを買ってきましょう。はい、先に飲ませましょう。寒いよ。さあ以上名水プラザ京極ということです。陽亭もかすかに見えますね。さあほぼほぼミッションクリアしたんじゃないですか。あれ最後に買ったこれ全然映りきんない。しんくんこれ違う、まあいいや、後で3種類 見せるわね。とりあえずはい、行きましょう。あー今日も疲れたよ。どう疲れた。4時半台が暗いでござんすよ。はい、276右折します。刺した感じにね、あの正面の山すごいね。うわすげえや、陽亭よりすげえな、映り方が最強だ。あれあれか、ルッツか、そうだ。うーんすげえ、夕日が差して綺麗、すごくものすごく綺麗。あ一方で陽亭は右側、陽亭で片やルッツ。いいね、いや今日はいろいろ撮れた、よかったよかった。雄大な景
景色が撮れたんじゃないでしょうか。なんかこのビビットの感じ良くないですか。今ちょいとした裏道走ってます。だからこの辺の館内を一周した、ね、感じでしょうか。あーわーはははは雄大だよ。そろそろ分岐が出てくるんじゃないですか。まっすぐ行けば支笏湖方向、右に曲がれば東野方向、伊達とか東野。うわっ、なんか嫌な表情あったよ。なんか通行止めとかやべえ。なんか正面の山、あのなんじゃか峠、あれもなんか白いね。はい、ここ分岐。うわ、あの峠行きてえな。まあいいや、なるほど。もう5時ですし、今すぐ行きます。キノコ王国とかやってんのかしら。どうなんでしょう。キノコ王国まだやってる。ちょっとだけ寄ってみようか。やっちょるね。やってる感じだね。ほぼほぼ今日最後の動画になるんじゃないでしょうか。キノコ、そう、大滝村、そうだ、思い出した。大滝村バイクで来てるっつって。重要よ。あ、なんか惣菜的なものはもうないね。おお、キノコいっぱい、ナメコいっぱい。あ、すげえ。なんか面白グッズあるんじゃない。あ、なんか面白いな。あ、やべえな、やべえな。バックプリントか。バックプリントはちょっと微妙だな。あー、木いっぱいある。なんか面白いことになってるね。昔よりすごいね。お菓子コーナーとかもできてる。すげえ。うわ、一通りのなんかお菓子ね、セレクトショップみたいになってるね。あ、良いとまけ、あ、ロイス、すごいすごいすごい。もう駆け足でいきますよ、駆け足で。あ、なんかいろいろ、さあ、キノコだけ食って帰ろうかしたら。もう駆け足よ。食べていかれますか。はい、暗くなったよ。キノコ王国大滝名物。
んじゃないでしょうか。本当ここさ、途中は何にもないから、ここ本当オアシスだな。さあ行きましょう、帰りましょう。いや、どれぐらい前だったか覚えてないけど、バイクで来てた時ね、北海道2年目か3年目なのかな、10月の本当後半に帰ることがあって、このルートを経由して函館までね帰ったんだけど、もうこの辺りさ、時間帯的に何時だったんだろうな、あれもう昼間だったと思うんだけど、軽度でさ、千歳からここまで来るまでそんな大した距離じゃねえんだけど、もう体ガタガタ震えてさ、結局キノコ王国でさ暖房炊いてあったから、その前でほんと30分ぐらい温まってたよね。あのまま千歳帰ろうかと思ったもんな、ほんとな。函館まで行く気力なかったよ。その後もさ、まあ、函館行って船乗って青森着いたは着いたでいいけどさ、キャンプ道具もあったけど、これはもう走った方がいいなって言って走ったんです。だけどまあ青森岩手もまた4号線ね、氷点下、真夜中で氷点下で本当気失いたかったもんな。あの時は本当俺もう死ぬかと思ったの、本当に。10月中過ぎのロングランはやめた方がいいですね。ナンバー厚着しててもダメだね。ロングランはもうやめた方がいいわ。あの時は誓った、本当意識失いそうだったもん。それ考えたら大晦日から正月にかけてさ、稚内で花火大会あるんだけど、あれ映像見たことある人分かると思う。結構バイクがあそこでテント張ってキャンプしてるんですけど、あれ考えたらすごいよね。俺もいつだか行ったけどさ、少しさヤバかったよ。で帰りなんだ、イベント終わって朝7時か8時ぐらいに出発して、戻ってきて稚内から戻ってきたんだけど、途中ホワイトアウトならバイクも走っててさ、あれちゃんと帰れたのかな。ね、ほんとマジホワイトアウトだったよあれ。ようやるわ。すんげえスパイクタイヤ入ってんだべなあれ。みんなそう、大体カブとかそんな軽いバイクでさ、でも荷物はそれなりに積んでるもんね。とりあえず一泊するわけだから、テント道具だからだってさ、まあまあこの時期乗るんだったらちょっと覚悟しましょうってお話でした。では、いや鹿出てくんなよ、本当に怖いからね。たまにさピップとか鳴らしてるとね、存在気づいてくれる、結構大事かもしれない。お疲れ様です。お疲れ様でした。今日も一日お疲れ様でした。